て彼氏からの LINE 文字いっぱいで可愛いでしょ。全然文字ないじゃん。なんか質素。さっきまでいっぱいあったのに。それは私が学校中に絵文字をたくさんばらまいたからだよ。なに早く絵文字探さなきゃ彼氏に嫌われちゃう。雑誌たまるたまるか。学校の至る所に隠された絵文字の中からお題に合ったものを探し、ゲームマスターのとこに持っていこう。正解するとハートをゲット。一番ハートを集めた人が勝ちだぞ。学校にいる取り消し鬼に捕まるとハートを消されるから注意だ。ゲームスタート。さあ、リンゴ？リンゴの絵文字ってこと？あ、来てる。待って、彼氏かも。あ、違った。リンゴ、ゴリラってこと次。しりとりでリンゴ、ゴリラ。なんでしりとりにしたの？大丈夫です。ミーミの真似です。スマホは？スマホ？あ、なんだ、お題みたいと。もう来てるんですけど。嘘、来てました。ちょっと、ちょっと、ちゃんと風呂入ってんな。よっちより体張るな。ゲッツさんのいつも鬼ごっこで撮りたい顔全部ここで撮ります。今ここで。はい、行きます。ミーミ、2024年からは口を良くしてモテる女になろうと決めたんですよ。いや、マジ大事だよ。大事。ミーミ、口悪いからな。リンゴ持ってってみます、一回。行ってみようか。見てみ。ほら、もうねえぞ。見せて、ミーミ。無理、出た通りやん。うわー、取り切れた。あー、ピンクの稲ミーミー。待て、そこは使えないはずだ。ラーメン。これラーメンって来て、またラーメンが正解なんですかね。あ、ピンク。いけー。何？てかさ、これ押したらさ、ジュンジュン消えるってことだよね。うん。おしみ。あっち。はい、デリートでーす。はい、ポチ。あ、ごめん、ミミ間違えて消しちゃった。一緒のさよなら、バイバーイ。ミミ脱退が決まりました。ごめんなさい。おい、スペー、ハートゲットー。ダメした。届く。ありがとうございます。あー、岡井優さん。あれ、あれ、岡井いない。男子弁、女子弁、これどっちか。女子かに言ったら女子かしょうがない、これ仕事だ。あ、やばい。お題来ました。シュンシュンがラーメンと一緒に必ず食べるもの。米かな。あー、ご飯。うん、ご飯。ラーメン屋さんと一緒に食べるって言ったらご飯かチャーハンだけど、うん、チャーハンの絵文字ってないんですよね。今何ですか、問題は。ちなみにラーメン、シューシューがラーメンと一緒に食べるものは何？はぁ、ご飯。餃子かな。無難ですかね。何を探してるんですか？なんかさっき私、受付の人とシューシューに喋ってるの聞いちゃって、ひそひそ。僕がラーメンと一緒に食べるもの、餃子ですって言ってました。え、そんな簡単なのかな。餃子って言ってました。え、ありがとうございます。いえ、待って、あれ、なんか怪しくは思えてきた。先輩、食べ物ここ近いから持ってっても走れなさそうですよね。これですか、3番の答え。違います。戻しに行ってください。違います。バッチ。全然守ってくれない。はい、はい、ピーン。あ、ゼロになっちゃったね。頑張りな。黙れブス。黙れゴミ。いや。口悪い。口を良くしてモテる女になろうと決めたんですよ。探してるお米がないので。
あのおかゆの絵文字を持っていこうと思います。おかゆ、なんか何してるの？いいよ。え、待って、死ぬほど性格悪い。少し汚れるんだよ。ねえ、ちゃんとさ、その行動は人間の靴下を汚してるんだよ。捕まったわ、ちびちゃん。まだ止めてない。何したのこれ。ごめんね、ミミの5つ目でこんな意地悪してよくないと思わない？ごめんね。何でしょ、これは。どうしたの？これ、靴上にあったのに持ってかれて、うん、うん、で、なんでそういうことしたの？え、邪魔してやろうと思った。あ、それダメだね。ごめんね。悪いと思ってるよね。聞いてもらおう。謝んなきゃ。うん、ちゃんと謝って。ごめんなさい。どういいよ。あ、ありがとう。はい、じゃあ仲良しな、仲良しなくして。はい、逃げな。仲良し、はい、これで OK。 私、ハドライだ。OK、いいか。あいつ、ずっと距離取ってくるんだね。なんか一回ね、いつでも捕まえられんだけどね。無理だぞ。いつでも捕まえられんだぞ。やめやがって。いつでも、おいおいおい、ブレーカー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 。なんか言ってる、なんか言ってる、なんか聞こえてる、なんか言ってる。開けます。助けてほしいな。助けてほしい、助けてほしい。こっちに助けも、あ、ちょっと黄色が、え、誰から追われてんの？助けて。どうしたの、どうしたの？ありがとう。どういうこと？あ、ちょっと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 、ダッチだね、ダッチだこれ、ダッチだね。ダメだよ、はい、そう、はい、終わり。一個頑張んなきゃね。お、お、受けるぞ、こいつ。え、ない。あ、俺はないよ、文字つけてないよ。みんなまだ。うわー、あー、痛い、痛い、痛い。ここにいました。痛い、痛い。そうです、先輩がいました。え、ひどいね。この子ひどいです。悪口、悪口一個言ってやれ。さっき嘘ついてきたんです。なんて嘘ついてきた？餃子がある、餃子がある、うん、言ったことない。あ、受付の人に言ってた。僕がラーメンと一緒に食べるのは餃子ですって言ってた。言ってない、言ってない。ご飯ですって言ったの。だからご飯探せばいいんだ。うまい。せよ。ほら、嘘だけど。他にもね、思えたから。はい、頑張ってー。いい感じ、いい感じ。うん。大量、大量。絶対持ってない。でも、とにかく私はこれにかけます。机の中、全探しします。結構。無理、めんどくさい。すごい、この作業が一番嫌い。天才かよ。間違えてる、おかえちゃん。バカだ、バカだ、バカだ、バカだ。こちらは違います。何してんの？答えはこれだよ。おめでとうございます。やったやった、復活、復活。あ、本当だ、来た。映画セット。ビビやけ。正解です。おじさん構文、丸に入る顔文字は？ドミちゃんかわいいね。俺はドミちゃんの味方。わかった。ドミちゃん味方だからね。さっきおじさんの顔文字なら上にありました。いや、おじさん構文って。そっか、おじさんはおじさんの顔文字使わないか。おじさん構文出た。一番難しいからこれ。おじさん構文って何ですか？なんか赤いびっくりマークとかさ、顔文字使ったりとか。今日もかわいいね。何してるのかな。カタカナ入れたら、これこれずっとこれ目につけてるの。スマイルマーク、これですよ、絶対。これ持ってきます。おじさん構文って何ですか？おじさんの反対はおばさんだから、絶対これだ。意味わかるもん。でで正解。おっと、ほら、これ何してんの今。人だらけしちゃった。めちゃめちゃ大丈夫な気がするけど。見つけたんだ。意味がわからない。わかります？これマジで。これさ、調べるのダメなの？おじさん構文ですか？そうそうそう、調べよう。わかんない。見せましょう、自信ないです。せーの。うわ、これ、あー、パリで一緒に行く。
これです。二人で半分をください。ハートちぎってください。これ違います？どっちが違います？どっちも正解です。二つとも顔です。おじさん多分といえばでよくある絵文字と、もう一つの丸の横には何の絵文字がついてました？ハート。ハートということは、どういう顔になりますか？その前は。手です。そんな顔だったっけ？そんな顔じゃなかったっけ？これだと思う。これだと思う、マジで。見たことない。どの絵文字？待って。誰かと言葉落ちた。それはどうなんだ、ミミ。だってミミ悪くないの。落ちてたものは拾ってあげなきゃいけないのがルールだから。確かに落ちてはいたね。落とし物が誰かわからない限り、ミミは悪くないの。ですよね、いちご姫。いいんじゃない。はい、いちご姫が言ったので、ミミが叩かれたらいちご姫が叩いてください。おじさんの顔、おじさん公文って見たことありますか？ないです。お箱を剥がし、企画話が終わっちゃった。とりあえず顔文字をいっぱい持ってきればいいんだよさ。これの中とか、そう、見てないな。あ、知らない、今見てないわ、嘘。これ絶対これでいこう。これでさえ、ブブ。え、どっちか合ってますか？ブブ。よく分かってない、ヒント。マジで苦戦してます。本当に分かってないな。これでも安心ですね、おじさんとあんまりやりとりしない。確かに、はい、確かに、うん、あれだ、潔白の証明だ ね。もう一回教室見てみれば。どうする、取り返そうだけど。イエーイ。すいません、絵文字はこちらですか？正解です。どうも。次の題来てる。世界で最も使われた顔文字。顔文字、あれ絵文字ある。あ、絵文字貼ってある。あ、絵文字って体ついてたっけ？なんか気持ち悪いからいいや。世界で一番使われない絵文字。世界で一番使われてない絵文字。使われてないって。危なかった、よかったの最後で。何があったんですよ。どう、あれ問題せない。ちょっとやばい、どうしました。めっちゃ泣いてるわ、ミーミー。わかりました。おめでとう。最終問題。お、これはちょっと本気で追っかけないかまずいんじゃないの？そうだよ。これ、いきますよ。ボンボンメンバーのグループラインにピチピチギャグ、チームの絵文字は？どこ見ていいの？あ、ダメ。でも思い出せない。あんたが作ったでしょ。ね、そうだよね。見ちゃった。見ちゃった。いけいけいけ。ピチピチギャルチーム正解でーす。やったー。見ようとしたんじゃない、あれは。2、3個あったよ、インチキ。2個あったよ。4個もある。1個分けてあげようか。仲良しの。本当にいいの？よし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 。交換投げ完了。これで交換なかった。じゃあ拾ったやつだ。あ、終わったよ。え、終わったらしいです。うん、はい、終了。やったー。やったー。終了。やー。はい、じゃあ持ってるハートの数を教えてください。2個、0個、え、3個。お、ということは、じゃあ一番ハート多く持ってたミーミが優勝ですということですか？すいません。え、あの、はい、ちょっとミーミが3回ほど不正をしまして。3回？3個もやった。まず、落ちてるハートを拾って勝手につけた。ああ、なるほどね。はい、おじさん興奮をネットで調べた。ああ、最後のお題も、うん、見た。え、見ちゃダメ。うん、あ、すいません。え、あ、あれ見てました。え、見ちゃダメ。え、見てたの？あ、うん、見ちゃダメな。ダメですね。え、ちょっと確認しよう。知らない。おばあちゃんに爆弾です。見ちゃダメなの？ダメですね。ダメだよ。だって答え見んのって一緒だもん。そうだ、私だって聞きに行って捕まって2個取られたんだよ。なんだっけ、一番忘れちゃいけない文字で、パチ。文字隠してやがった。あ、うまい。あ、
負けです。あなた負け。お願い、味方して。できないって。いい負けだって。ということで今回の勝負負けたのはミミ。ということでミミちゃんには罰ゲームがあります。え、マジで？あるあるって言ったじゃん。聞いてない聞いてない。言ったっけ？うん、じゃあごめんある。一週間。あ、ハッスバカだってマジで。出たそういう。一週間。わかった。おじさん構文で毎日ツイートし続けてもらいます。あ、優しいよ。まあ、全然私ツイートするの好きだから、ね、うん、おじさんの格好でねえ、おじさんの格好でね。あ、でも私おじさんメイク得意だから教えるよ。じゃあ毎日、はい、うん、うん、ありがとう、うん、うん、はい、ということで決まりました。みみちゃんの SNS ぜひチェックしてみてください。フォローしてね、あとのみんな外してね。はい、それでは次の動画で待ってるよー。